こんにちは、Kファームです。今回は小麦に防除した時の動画をアップしていきたいと思います。で、これ撮影したのがまた去年の様子なんですけれども、これ実は去年の5月の19に撮影してまして、まあちょっと去年と今年を比べてみて、まあ皆さんとも今年どうなのか共有したくて、去年のこの様子をまた動画アップしていきたいと思います。で、まあ今年これは去年小麦ここ3年目の小麦でしたね。で、今年また4年目ここ巻いてて、まあ実際今度防除した時に撮影できるかな、ちょっと同じ畑はできないかもしれないんですけれども、ここの様子もいつかアップできればなと思ってるんですけれども、こうやって見ると去年よりやっぱ今年の方がちょっと小麦の生育、やっぱりまあ農協からの指導も3日、去年より3日早いっていう状況でしたので、まあ今年はやっぱり生育早いのかなと思ってるし、これやっぱ3年目が一番悪いっていう説が聞いたことあるんですけど、それ皆さんどう思いますかね。3年目ってやっぱり悪いですか。一番4年目やってる人っていますかね。うちこの4年目連作やってんの初めてで、まあどうなるかやってみたいなと思うんですけれども、まあ春から追肥っていうのも尿素、まあ寄生期の時期に尿素が一発振っただけで、尿素は確か40キロ振りましたね、寄生期時期に。なので、まあ、それから今ちょっと追肥をしてなくて、でもものすごい今年は良さそう、4年目ってこんなにいいのかなって思うぐらいモサモサしてる状態で、かなりなんか今年は期待できそうなのかなって気はするんですけれども、ちょっとやっぱり今年日があれですよね、晴れ間がこれ十勝地方少なくて全然気温も上がってないので、ちょっとその辺は心配なんですけれども、これだいぶこれこうやって上からドローンでこれ撮影した動画なんですけれども、かなりハゲてますね、こうやって見ると。ハゲてるというか薄いというか、竹の長さはまあちょっとやっぱり今年の方が伸びてるような気がするんですけれどもね、こうやって見ると。で、今年はちょっと防除機、まあ防除機が変わってっていうか、まあメーカーは同じなんですけどね、強力のまあ新しいものになって、でトラクターもこの三菱のハーフキャタからTS の110のニューホに変わりますね。まあ多分2台で今年やれるかもしれないんですけど、代表と自分が。で、今年はこんな感じでやっていこうと思います。で、まあ実際ちょっとあれなんですよね、まあ新しいのを初めて、まあ僕防除機乗ったことなかったので、まあ一回操作だけやってみたんですけれども、これ防除機乗ってる方本当に尊敬します。もう全く操作できませんでしたね、テストでやってみたけど。本当に大変ですね。なんかもうこれはなんかもう少し簡単にやる方法ないのかなってもう真剣に考えましたね。まあちょっとまあ輸入のスプレーヤーとかでもまあ視野に入れてって、まあ、今後考えていきたいと思います。また動画いろいろ防除機の動画も撮っていきたいと思うので、よかったらチャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。それでは失礼します。